ノン準備 OK! アクセルフレイムブリザードエクリクシスフェアリーフェアバイオエーン行きまーすイェーイやったのーうわーやったねパターンキューバッチクーりょりょあラフィーナとだね行くよーあアコール先生ほえもちろん OK ですえへへじゃあ先生行ってきまーすはーいあのー、ここ通してくれない そっちのクラスはへえ、そうなんだ。君のお城だと黒板見えないもんね。人の話聞いてない。うわっな、なにうーん、なんでだろう。わからないや。な、なにこっちは一人なのに、また二人だなんてずるいや。なによならこっちだって連れてくるから。お待 何を隠そう、あたしたち。生き別れの兄弟だったの。さあ、一緒に戦おう、ケロティ置いていかないで、ケロティあれアルルまだ元の世界には戻れなかったのうーん。そうだアルルちょっと後ろ向いてくれるちょっと待ってね。せーの。えいっあ、ダメだった。<laughs> 大丈夫、大丈夫。ああ <laughs> もうだいぶ来たけど。 先生のええさんこにもう、お客さんどこかなも、もしや、アコール先生のお客さんってごめんなさい。どうしたのクルーク。クルークって、レムレスと知り合いだったの月刊クロマージュクルークってこんな本読むんだ。へ<ー>ええー、え クルークってこんな本読むんだ。うわぁ、確かにこれは。エッチはぁ、あ。全然わからないんだけど、今のってオシャレ話だよね。そうかなぁ。せめてパンツくらい履こうよ。ん何入リデル。何,何僕が君なんかに負けるなんて何かの間違いだ。さっきの勝負はなかったことにしてやる。なかったことにそうだね。えっと、 もうすぐ偉大なるクルーク様は真の力にお目覚めになる。そのクルーク様に倒される栄誉ある一人目に君が選ばれた。さあ、このメモを持って今すぐ遺跡へ行こう。追伸、お一人様一回限り。えあんまり行きたくないなぁ。えそんなぁ 違ったうわおっきな犬でもなんだかとなしそう。今ね、これの持ち主を探してるんだ。匂いでわかるかなうーん。ちょっと違うみたいだね。うわ違うけど食べちゃダメあのー。あのー。さっきからいるけど。えうん。やっちゃったかも。えぇ、ー、なんであれレムレスもなんでここにあ、そうなんだ。 負けた方じゃないのおえー、むむ、クライマックスの予感自分が遺跡に来いって言ったんだよ。あれ君本当にクルーククルークは、そんなメガネじゃなかったプヨで勝負だやったねえこれあいつもの変なクルークだえ珍しいね。ありがとうはーい。シグー、そのくっついてきてる子、誰それって、いいのかな